ゼネスト中止宣言をする、E 委員長、E 八郎11月14日から1971年12月12日は、日本の労働運動家、日本共産党中央委員、全官公庁共闘会議議長。1905年11月14日、富山県富山市水郷町に生まれる。1926年に、岩倉鉄道学校を卒業し、日本国有鉄道に入る。 その後、働きながら、1932年に、法政大学経済学部を卒業する。平塚駅、鶴見駅、東京駅の助役などを務める。第二次世界大戦後、国鉄労働組合の結成に参加、中央執行委員に就任する。1946年11月に、全官公庁労組拡大共同塗装委員会が結成されると議長に就任し、 三別会議議長、菊並勝美と共に2.1ゼネストの最高責任者となる。ゼネストに先立つ交渉で役所に呼び出された委員は、俺を総理大臣以外が呼ぶとはと、意気健康であった。ゼネスト直前に、鹿内の部高を訪ねて、弟の就職の世話を依頼している。また、過去には、桜田武氏のもとに最女を訪ねさせ、実施の就職を依頼している。 翌1947年2月1日の結婚を予定していたが GHQ からの指示により結婚前日の1月31日夜に NHK ラジオで中止を発表することになる。中止発表においてマイクの前に立った委員は一歩退却、二歩前進、労働者農民万歳と涙ながらに放送した。一歩退却、二歩前進は ウラジービル・レーニンの言葉の引用であったが厳密には誤りであり、実際のレーニンの言葉は一歩前進、二歩交代である。しかし、2.1ゼネストに至るまでのような老ソの運動に対して国民意識は変化しており、ゼネストの2ヶ月後である4月25日に行われた第23回衆議院議員総選挙では、旧神奈川2区から共産党公認で立候補するが、 得票数16,158票で落選。後に占領目的阻害行為処罰令で逮捕される。懲役2年の判決を受け、1948年から2年間週間。1958年に中央委員に選出され、党本部において労組対策を担当したが、第11回党大会で解任される。この間、 1960年に行われた第29回衆議院議員総選挙に旧東京を3区から立候補するが落選。ありがとうございます。